つ乗ってますね。奥に2つと、あ、奥に3つ、手前に1個、みんな乗ってます。でも後半そのちょっと暖かくなってきてから、選手の皆さんスイングがなんか良くなって、スイングというかショットがなんか飛ぶようになってきたなって感じで、まあ、調子上がってるなっていう感じがするんですけど、まあ、今ねちょっとあの高野選手があの前半パープレーで後半ね、後半もバーディー取ってアンダーで回ってきて、今ちょっとねボギーいただいちゃったんですけど、かなりちょっと優勝候補に近いんじゃないかなと思っております。やっぱりね前回よりもバーディーが出づらいなっていう環境、寒さなんですかね、ちょっと厳しいなっていう感じがしますね、やっぱり、はい、なのでちょっと2月の試合もちょっとねもっと寒いから心配になってきますよね私たちも、はい、そうですね私たちも、私たちも含めて、含めてね、スタッフ含めて、スタッフ含めてちょっと心配になってきますね、はい、はい、はい、今回もですねボランティアの方にご協力いただいております。池が、ね、あるので池入ったりとかしたら赤旗とか、ね、白旗とか
上げていただいて、ずっとあそこで待ってもらってるんですけど。ありがとうございます。みんなで LINE グループを作って、スタッフみんなでどこにいるよとか、今こうなってるよっていうのをこう伝達しながら、スムーズに今回のトーナメントがね行えるようにやっております。結構ねああいう風にね映ってる。助かっております。ありがとうございます。ここハザードあって、いやでもやっぱり私がバウンドすると池越えが150ぐらいのとこまでなんですよ。なのでやっぱ全然飛距離が違いますよね、うん、あと残り150ヤードぐらいのちょい上げ。今日白くてさ、
ということで、後半は一組に密着して撮影をしました。皆さんどうだったでしょうか。まあ、結構その私が喋ったりとかできないので、ただまあ選手のショットを見る動画になっちゃってるとは思うんですけど、まあ、前回もそういう動画でも面白いということでお声いただいて、今回も撮影することになりました。また何かご意見がありましたらコメント欄とかにいただけると嬉しいです。はい、あ、寒かったです。疲れちゃった。やっぱり緊張するもこっちをね、なんかしますね。しますよね、はい、なんかやっぱ緊張しますね。はい、ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。